こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。今日はね、キホの誕生日なんでね。そうですね。19歳。19歳なんだな。うん、ああ早いわね。ああ、うん。まあね、3人娘の一番下でね。うん。うん。うん、なんか、やっぱり、いつまでもなんか、子供みたいな。いや、子供は子供なんで、いつまでも子供なんで、それは変わらないんで。ああ、うん、まあ、小学生とかさ。幼稚園とかさ、うん、永遠の小学校ですよね。そんなのずっとこう引きずるようなとか、うん、うん、まあね、それはこっちの見方じゃん。うん、一番下だから、ね、いつまでも子供だみたいな。そうそうそう、うん、まあ、器用にしたらいい迷惑かもしれないし。うん、まあそりゃそうかもしれんな。うん、だそんなのはあるのかもしれんな、そういうな、うん、あの親の見方な。そう、勝手に、うん、だそれはもし願望かもしれないし、いつまでも可愛くいてちょうだいっていう、うん、そうだよね。勝手な願望かもしれないし。そうだよね。うん、うん、だからね、まあちっちゃい子を見てたらさ、うん、ね。本当ね、あの何とも言えない可愛さがあってな、うんうんうん、でも必ずな、うん、本当に成人して、うん、ね、うん、大人になって、うん、じいちゃんばあちゃんになってとかな、それはもうそういう道筋はあるわけだからな、だ、うん、から明日が成人式なのか、うん、昔だったら1月15日が成人式だったけど、うん、今も違うよね、明日が成人式でしょ、うん、そうした時にさ、やっぱりこう荒れてる成人式とか、まあ、私必ず、うん、去年はあの残念ながらあの振袖ね、ああ、ったな、届かなくって振袖を着て成人式に出られなかったって、そんなのがあったな、そういう悲しい事件があったけど、今年はね、なんかお天気もいいらしいよ、明日は。ああ、そう、全国的によかったね、うん、が、うん、つつがなく成人式が無事終わればと思ったんだけど今日の、どっちかな、新聞、東京新聞かな、うん、あの少年院での、うん、成人式の話が出てて、ああ、そう、うん、何十人もいるんだよ、一人二人じゃないんだよ。ああ、そうかそうか、そうだな。で今ほら、何だろう、何の気なしにとかいいバイトがあるよみたいな感じで誘われて、何、うん、だっけ、オレオレ詐欺、今オレオレ詐欺って言わないのか、うん、特殊な振り込め詐欺っていうのか、うん、あれ の、うん、あの引き出し役になったりとかさ、うん、あの受け取り役になったりとかさ、うん、そんなことであの捕まる子が多いんだ、うん、ああ、そう、いやいやいや、まあな、本当にもう、うん、なんていうの、紙一重でな、そう、うん、いやだから本当にこうあれだよ、事故でもそうだしさ、うん、何でもそうじゃんな、本当ギリギリのところでさ、うん、ハッとしたことがいっぱいあってさ、うん、ね、うん、救われることいっぱいあるわけだな、うんうん、よくなんかハッとするものの前になんかヒヤッとだっけ、うん、それがいくつかあってっていう、うん、まあ、それはもう統計的に出てるらしいんだけどさ、うん、だから無事に元気で朝パッと目が覚めてさ、うん、おはようって言えることがどれだけすごいことか、うん、そうなんだよね、そうやってね成長してきた、うんうん、ね、俺なんか60何年もそうね、こう生き延びてきてるわけだからさ、そうだよね、なあ、うん、うん、何があったって不思議じゃない中でさ、うん、なあ、まただって50数年だし、うん、まあ基本はこう今日でね、まるまる19年っていうのはさ、うん、あれ大したもんだと思うよ。いや、すごいもん。うん、うん、本当、うん。うん。まあだからそうやってさ、人はさ、ね、体験を重ね、年を重ねていく。うん、なあ、だけど本当にこの小さい頃のさ、生まれた頃のあの純粋さっていうのをさ、うん、ね、失ってどんどんずるくなっていくのも事実なんだよな。そうだね、うん、やっぱ社会、ね、それをさ、うん、純粋さを失わなければ生きていけない世の中にしてしまったのは誰かってこと、そうだよな、だからさ、まあ昔から正直者はバカを見るってさ、うん、ね、うん、いうことでもういわゆるもうなんか剣謀術数じゃないけどさ、うん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 、ね、いろいろこう策を巡らして、うん、自分が優位に立つようにさ、うん、っていうのがさ、うん、これが大人になる一つのね、うん、あの証というかさ、うん、それがなきゃ生きていけない時代もあったしな、そうね、うん、したたかに生きないとダメだった時代とか、うん、ずるいじゃなくてずる賢いっていう言葉がある、そうだよな、うん、うん、本当にだからずる賢いのは生き延びてきた、うん、そうするとその遺伝子がずっとさ、うん、残ってくるからな、うん、なだから本当に正直に生きてる人間はさ、うん、生き残れないから遺伝子も淘汰されていくとかさ、そういうもんかそういうものあると思うよ、うん、でもね、まあ、やっぱり生まれたばかりの子供のさ、うん、ね、はよく言うじゃん、ね、もう光り輝いてる魂なんだってね、うん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 、だからいかにそれをね、こもらせないかっていうのはね、うん、大事だしさ、
だから特にまあ見えない世界で魂磨きっていう言い方するけどさ、そうだよな、ね、もともとは光を放ってる存在なんだから、うん、それをどれだけ磨いて、うん、その元の状態になるかって、そうだよな、うん、そうだからさ、またあっちの世界行けばね、うん、またそれで分かるんだろうけどね、何が大事だっていうことがね、そうなんだと思う。だからここでまあ、うん、やっぱりこの世は泥遊びみたいなもんかもしれない、うん、ね、ドロドロになってさ、うん、遊んでさ、うん、で、あっち行ってお風呂に入る、うん、ね、したら全部ドロドロが落ちて、そう、その繰り返し、あ、でもそこでだんだん気がついてくるわけ、うん、な、うんうん、いやでもさ別にあっちの世界に行ってお風呂に入ってさ、うん、泥落とさなくてもさ、この世界で泥落とせばいいわけです。そうそうそう、そういう人もいるわけよ。だからこの世で輪で転生してる人もいるわけだから、うん、うん、例えば本当にまあ何べんもだけど王ちゃんみたいにさ、うん、あの人も輪で転生だよ、気づきだよね、な、やっぱりああいう生きる死ぬ、まあ、がんの人とかさ、うん、あるいは事故に遭うとかさ、うん、苦しい思いをした人ってさ、うん、まあ輪廻転生、そこで、うん、よりずるくなる人もいるわけだからな。そうだよね。そう、逆に本当になんか、うん、もう自分が、うん、キラキラ光った魂の時のことを思い出してそう生きる人もいるしな。そうだね。うん、うん、ほらこの前さ、孝太郎がさ、うん、イルカの畑に行く時に持ってたけどさ、うん、ほらアルミホイルでできた、ああピカピカのな、うん、あれをなんかずっとトンカチで、うん、叩いてな、叩いて叩いて、すごいね、結構大きなな、うん、ゴルフボールの大きかったよ、なんでかあれ、アルミホイルをなんか半分だか3分の1だか使ったって言ってね、その新品のをね、そう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 、で泥団子もさ、子供の時もあったさ、うん、泥団子を使ってさ、テカテカになるよな、それをこう磨いて磨いて本当にピカピカの泥団子になるでしょ、うん、やっぱりね、それせんといかんのよ。そうだから、まあいろんなさ、うん、出来事が起こってくる、うん、ね、その時それってのはやっぱりね、磨くことだな、うん、磨くチャンスかもしれないな、うんうん、チャンスはさ、こう誰かにだけじゃなくてさ、平等に来るわけよ、うん、確かにその王ちゃんね、うん、よく私たちの中で話題出るけどさ、うん、ね、がんという病気2度もステージ4から生還した、うん、これすごいことだと思うの、うん、でも、ね、2度生還した人もいれば、ね、そうじゃない人もいるのは、うん、もうそれ間違いなくて、そう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 、うんうん、じゃあ王ちゃんには機会が与えられて、うん、そうじゃない人には機会が与えられてないのかって言ったら、そうではないし、うん、そうではないよ、で、がんという病気が、うん、ね、ない人には機会が与えられないのかって言ったら、そうではないよね、そういうことな、うん、でまた長生きすればいいっていうことでもないし、そうだね、なやっぱり早くしてがんで亡くなっていくっていうこともさ、うん、これも何か一つのね、うん、これも魂磨きの一つかもしれないしな、そうだね、だから全てが経験だったら、うん、いろんなことを経験する、うん、そう、うん、うん、だからさ、まあ世の中の良し悪しっていうにはあんまりさ振り回されない方がいいな、うん、良し悪しを、うん、何だろう、誰かと比べての良し悪しっていうのが私は一番ダメだと思うの、あの人はいいなとか、ね、なんであの人に比べて私はこうなんだろうみたいな、うん、それが多分一番エネルギーを落とす原因だと思うんだよね、うん、そうだよ、だから、うん、ね、本当にあの人はいいだと思う人でもね、うん、よくよくこう親しくなって話聞いていくと、うん、やっぱりいろんな苦労をね、うん、悩みをね、うん、変えたりするわけだよ、いやそりゃそうでしょ、なだから本当にこう、ああこの人いいなって思えるような人ほど大きなものを背負ってて、うん、やっぱり今の自分がその人の立場に立ったら潰れてしまうなと思うこといっぱいあるよ、あるね、なんかその乗り越えたものとしてさ、うん、存在されてるからいいなって思うわけじゃん、うん、周りがさ、うん、そうそう、うん、そうなんだ、その渦中にいる人さ、いやいいなつって、じゃあ私その荷物持ちますわって、うん、持てない、なかなか言えないよ、ね、すごいすごい荷物ね、重たい荷物抱えながら、うん、ね、一生懸命行ってる、ただその人たちはその基礎体力がつけてたりするからさ、うん、だからさ、例えば三浦さんの人な、エベレストへ蜂蜜を登るわけですよ、そんなことね、考えもしないですごいな、いいなと思ったってさ、うん、あれはあれでやっぱりそれなりの自分の体力でありトレーニングであり経験であり、いろんなことがあってできるわけだからさ、うん、な、うん、うん、だから表面だけ見ていいな、かっこいいなだけじゃダメなんでね、そうだね、だから自分の身の丈って言ってさ、うん、言うじゃんか、うん、ね、それ身の丈を知るっていうのはなんか変に謙虚になるみたいなさ、うん、卑屈になるみたいな感じする、そうじゃなくってやっぱり自分っていうものをよく知るっていうことだよな、うん、うんうん、己を知って、うん、じゃあ今用意されているものをどう乗り越えていくかっていう、そう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 、うん、うん、私はやっぱりこう消極的な乗り越え方じゃなくてさ、うん、ワクワクドキドキしながらさ乗り越えていきたいと思うわけですよ、そうだよ、そしてね、うん、俺転ばの先の杖ってあんまり好きじゃないんでね転んだら起きれるんだよね、うん、まあ起きれないほどの転び方はそれはな大変だけど、うん、転んでも起きれる、うん、
だからちょっとぐらい転んでもいいぐらいの気持ちでさ、うん、動いた方がいいと思うね。私好きなのは転んでもさ、でも起きない人が好きなの、ね、絶対何かを掴んで起きてやる。そうだね、うん、それが好きですね、うん、この両方いいね。転んで、ね、だったっけ、転ばぬ先の杖なんか持たずに転んだら何かを持って起き上がって、そう、絶対何か拾うわけ、小石でもいいわけ、とにかくこの草の根っこでもいいわけ、掴んで、とにかく何かを掴んで転ばないと分かんないからな。そうだね、転ばないとな、うん、散々転びました、そしたら転んだら誰かが助けてくるかもしれない散々転びました、小笠原の船の上でも転びましたよ。そうだ、船転びさんだからな。そうな、妖怪船転びですよ、転んで怪我しましたよ。いいことだよ、はい、転んでまたプラスになっていくということでね。そうですね、まあだからね、はい、うん、今日もそういう人生になるかもしれないし、うん、ね、うん、うん、まあたくましいよあいつはと思います ね、うん、はい、少なくとも私たちよりも魂のレベルが高いと思う。そうだ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。